皆さんこんにちは。地球に乾杯の時間がやってまいりました。今日のゲストはフォトグラファーの小松由香さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず乾杯に行きたいと思います。今日の飲み物は水芭蕉、デザート酒っていうんですね。これは群馬県の老舗の酒造メーカー長井酒造が今年出した新商品です。で3つありまして、このデザートワイン、スパークリングタイプ、そして普通の日本酒なんですが、このアーティストシリーズ、これを描いたのは片岡鶴太郎さんが原画を描きました。これを飲むことによって尾瀬の水芭蕉を保護する、まあ、お酒の売り上げの一部がそのプロジェクトに寄付されるそうです。お酒を飲んで水芭蕉を守ろうということですね。はい、はい、では乾杯です。はい、乾杯。乾杯。すごくすっきり甘く感じですね。はい、では早速お話を伺っていきます。小松さんはですね、この9月にこの新しい5本をお出しになりました。人間の土地へ、集英社インターナショナルから刊行されたんですけれども、小松さんはフォトグラファーなんですけれども、実はK2、 あの K2 を日本人で初めて、制覇した女性ということで知られています。ではお話を伺っていきたいんですが、まず登山家として、K2 を最初に日本人女性として制覇したんですが、東海大の山岳部のご出身で、その OG としてその登山隊に参加されたと聞いたんですが、はい、どういう状況で K2 にお登りになったんでしょうか。はい、もうとにかくヒマラヤに高校時代から憧れていて、で大学時代はヒマラヤに行くための厳しいトレーニングを積んで、はい、そして卒業した2年目に、OB 会が組織した登山隊に、誘われる形で参加を決めました。そうですか、はい、ご出身は秋田で、はい、そして東海大に進学してということですね、はい、そもそも山岳部、山に登ろうと思ったのは何かきっかけはあったんでしょうか。秋田の田舎に生まれて、小さい頃から山を眺めて育ちました。それでなんとなく幼心に山の頂に立ってその向こうを見てみたいという気持ちがありました。秋田のどの辺に。秋田市です。秋田市なんですけど、はい、ああそうですか。でも周りが山なんですよね。そうなんです、で東海大に進学されて山岳部の門を叩いたっていうことですかね。山岳部に入るために東海大を選んだ。そういう感じですね。順序が逆だったんですね。はい、有名ですもんね、東海大ね。あ、そうですか。まあ多分男たちがいっぱいというか男の世界だと思うんですけれども、その時女性部員はどのぐらいいらっしゃったんですか、ね、それが女性部員が誰もいなくて、女性入部が禁止だったんですよね。はい、でも入ってから気づいたんです。はい、そうなんですか。入ってから気づいた、はい、女性が入ってはいけない部だったと、30年間、女性禁止だったそうで、はい、ただちょうど大学 3,4 年の上の先輩たちがヒマラヤに当時遠征に行っていて、それで下の先輩たちがそれを知らずにもう私を入部させてしまったという状態でした。そうですか、はい、まあでも運が良かったというね。その皆さんがもし知ってたら女性はダメだよって言われたかもしれないですよね。ただまあ入部してから上の先輩たちには、女はやめろと言われ、下の後輩からは、女について行きたくないと言われて、やはり自分が女性であることですごく区別されて苦しんだという時期もありましたね。そうですか。女性は無理だっていうのはまず体力的に無理だってことなんでしょうかね。そうなんです。やはり体力主義でしたので、男性と同じトレーニングに女性がついていけないんじゃないかという考え方がまずありましたよね。はい、そのトレーニングにやはり必死に食らいついていったってことですかね。うんうん、はい、
どんなトレーニングをするんですか。まずは自分の体重まで荷物を持って歩くこと、はいはい、それから1日15キロぐらい走ったりとか、あと岩登りの技術的なトレーニングを積んだり。そうですか、はい、でもかなり体力的にハードだったと思うんですけれども、それをこなしてですよね、はい、じゃあ普通のトレーニング、家に帰ってからも何か腕立て伏せをやった、筋力トレーニングをやった、そういうこともあったんでしょうか。そうですね、人の 1.5 倍はトレーニングするようにはしてましたね、でその憧れのヒマラヤなんですけれども、それは在学中は行くことができたんですか。はい、大学4年時に私が首相になりまして、はい、その時に中国の新疆ウイグル自治区の未登峰にクラブとして登りに行った、これが初めてのヒマラヤでした。じゃあ小松さんは東海大学山岳部初の女性部員であり、初の女性首相。部員は30年ほど前にいたらしいんですよ、女性部員が、はい、でも辞めさせられてしまったらしくて、卒業したのは初めての部員だった、女性部員だったかもしれません。で首相もですね、はいはい、まあ、多分周りの男性部員たちの信頼をこう集めていったと思うんですけれども、今振り返るとどんな感じでしょうね。そうですね、やはりとにかく女性だということで、はい、苦しんだ時間が長かったんですよ、ただそういう時に先輩がこういう言葉をかけてくれて、はい、山で人間の側で男だ女だと分けているけれど、山は分けないよと、はい、同じように辛さとか喜びを与えると、だから人間の側で分けないことだと言ってくれたんですよ。その言葉で、はい、これは自分で作っている壁だなということを感じて、はい、それから何か困難さに直面した時に、それが本当にその壁なのか、それとも人間の側で意識で作っているものなのかというのを考えるようになりましたね。そうですか、でこの経験からやはりこう努力することで環境を自分で変えていけるんだということを何より学びました。そうですね、はい、で卒業後、はい、2年経って、K2 への登山隊に参加しないかというお声がかかったんですよね。そうなんです、ね、はい、もうその時はすぐ行きますっていう感じでした。それが、ね、実は迷いの中の決断だったんです。というのも、はい、その K2 の前年、はい、卒業した2005年になるんですが、この年に世界最高峰エベレストに挑戦して登れずに帰ってきていたんです。そこでやはり大きな挫折を経験して、自分に対してのその可能性を信じることができなくなっていたんですね。そのエベレストに登るときに何がこう一番その挫折、まあだ、というか断念の決め手というか、もうここでこれ以上行ったら命が危ないという、そういうところまで行ったんですか。いえ、もう登山靴を履くまでも行けなかったんですよ。そのたくさんの人数のその隊員の中で、本当に少数だけがアタックできるという隊で、もうアタック隊員に選ばれなければ、もう登山靴を履くチャンスすらないという中で、やはり高山病の症状が出たり、はい、他の隊員に遅れを取って、はい、全く山にほとんど触れられずに終わってしまったという遠征でした。そうですね、はい、じゃあその苦い思いがあって、どうしようかというふうに思い悩んだんですね。そうなんですよね。ただそこで思ったのは、人間には2つのチャンスがあるんじゃないかということで、はい、1つは自分で作り出すチャンス、そしてもう1つは人から与えられるチャンス。で与えられるチャンスはその時期を逃せば巡ってこないかもしれないと思いました、はい、そこで思い切って K2 への参加を決めました。そうですか、はい、で、まあ、晴れて制覇するわけですけれども、どんな状況だったんですか。 K2 有名な山なんですけれども、はい、まあ、何が困難だと言われてるんですか、 K2 を登るのに。やはり
どこから登っても平均傾斜が45度以上あるピラミッド状の急峻な地形 で、はい、でそしてまたあの標高が高い、世界で2番目に高い山なので、はい、標高が高いということは酸素が薄くなる、ね、はい、また岩が脆くて落石が頻繁に降ってくるんですね、はい、そうしたさまざまな要素が絡まって、世界で最も難しい山とも言われています。あの犠牲になった方も結構いらっしゃいますよね、うん、そうなんです、アタックしたけど、死亡率も、すごく高いんです。そうですね。じゃあ K2 に登るまでにどんなトレーニングをなさったんですか。そうですね、やはり体力トレーニングをしましたし、あとはあの冬の富士山を意識的に登って、あの固い氷を、あの登る、そうしたトレーニングをこなしましたね。あ、そうですか、はい、その冬の富士山のトレーニングっていうのはもう山を本格的にやる方たちは結構やることなんです。あのヒマラヤに行く人は割と冬の富士山はよくやると思います。富士山は独立峰で、まあ、風がすごく強いんですよ、はい、あとあの斜面が氷がアイスバーンのように硬いので環境としてはすごくヒマラヤに似てるんですよね。また標高が高いので高所の訓練にもなりますので、はい、それは在学中にもやったことあるんですか。はい、あります。あ、そうですか。じゃあそういう、また富士山へのでのトレーニングを積み重ねて、いざということですね、はい、で登ってる時は何が困難でしたかね。その K2 へアタックする時の辛さ、まあ、どんなことがありましたか。辛さ、あの、常に緊張感、高度感、はい、それから恐怖感、この感覚の中で登り続けていて、もちろんこうあの心の中で糸が張ってる状態なんですが、まあ、特に困難という思いはなかったですね。そうですか。むしろ憧れの山に立って登り続けているという幸福感を感じていました。その時一緒に登った方たちは何人ぐらいだったんですか。チームとしては6名で、最終的に山頂にアタックしたのが私を入れて2名ですね。2名ですね、はい、あの仕組みとしてはじゃあ6人で登って、本来だったら6人で全員が一番いいんですけれども、まあ、体調崩したりどこか悪くなったりってそういうことで途中で。そうなんです、はい、あ、そうですか。でもその時は本当にご自分も、体も緊張してましたけれども、張り詰めた中でうまくいったっていうのは、まあ、幸運なのか、それとも今までの積み重ねがあの自信となって現れたのか、どんな感じでしたか。やはりやるだけのことはやってここまで来たという思いはありましたね、あの頂上に登った時にそれは時間では何時ぐらいだったんですか、ね、あ、それがあの登頂した時間がすごく遅くて、あの夕方の5時近かったんです。本来ならば午後3時までには山頂に到着しなければ、まあ、諦めて下らなければいけなかったんですけれども、もうすぐそこに山頂が見える状態であのリスクを承知の上で、あの突き進んだということはありました。そうですか、はい、じゃあ3時までっていうのは、まあ、そうしないと危ないですよということで一応時間が決まってた、そうですね、リミットを決めたんですけれども、はい、あの暗くなるから危ないってことですか。やはりあの暗くなるということもあるんですが、その時間がかかりすぎることで体への負担が増しますし、もう疲労が溜まっている状態なので、はい、でもその決断というのはもう一人の方と、まあ、話し合いはしますよね。どうしようかっていう。そうですね、その時にどんな会話をしたんですか。あ、やはりあのもうすぐそこに山頂が見えているので、あのリスクはあるけれども、まあ、向かおうという、話で一致しました。そうですか、はい、あ、登った時のお気持ちはどうでした。そうですね、あの山頂ではやはりあの丸い地球を見て、そして黒い空を見たんですよ。青いというよりもヒマラヤの空は黒くて、もちろん感動したんですが、ただ山頂はゴールではなくて折り返し地点にしか過ぎないので、やはり心の中は不安や緊張感が半分を占めてました。はい、下山する時の危険性もあるわけですか。そうですね、あの下山が危険だと言われていますね、はい、あ、そう
ですか。じゃあその下山も無事を得た、その時に初めてああという、思いが。そうなんですよね、山頂ではなくて、みんなが待っている、はい、拠点であるベースキャンプ、ここに降りて、みんなの顔を見た時にやはり登頂したんだという実感が一番湧きます。そうですね、ご家族にはどのように知らせたんですか、登頂のこと。下山してから何か通信を。登頂したという連絡はベースキャンプの仲間たちが大学経由で家族に知らせてくれたんですが、ただ問題は登頂後に私たちは最終キャンプ C3 という場所が8000メーター地点にあるんですが、ここまで降りようと思ったんですが、時間がかかりすぎて降りられなかったんですよ。さらに無線の電波が山の裏側に入ったために届かず、仲間たちにさえ連絡を取ることができなくなってしまったんです。はい、じゃあかなり危険な状況だったんですね。そうですね。ですので、家族も、はい、遭難したんじゃないかという一報が入っていて、かなり心配をかけました。そうですか。はい、でもそれはなんとかじゃあ無事にできたんですね。そうですね、はい、ビバークを一晩して翌日に最終キャンプ C3 に帰ってきた時に仲間にも連絡がついて、はい、家族にもまた連絡が行きました。凍傷などはならなかった。ならなかったです。よかったですね、はい、本当に無事に、はい、もうそれからはまた大変でしたね。日本女性初の K2 登頂ということで、皆さんにいろいろと、こう言って取材を受けたり、大変でしたね、その時はね。いやもう恐縮でした。そうですか。で、ここまでは登山家なんですが、これからフォトグラファーへの道が待っているんですけれども、はい、その山を降りられてからまた旅に出たんですよね。そうなんです、厳しい山に向かうよりも、風土に生きる人間の暮らしにだんだんと惹かれるようになりまして。はい、それはその登山を手伝ってくれたポーターさんたちの暮らしを見たからだということを本にも書かれていますが、そうですね、はい、やはり地道な暮らしというのに尊敬の念を抱くということですかね。厳しい自然の中で、人間が助け合って、はい、絆の中に生きているその姿に、自分が山に登って見出そうとしていた人間が生きているという姿を見出していくようになりました。そうですか。はい、でも登山は限られた人数で、助け合って登るんですけれども、人間の営みは本当にコミュニティや、いろんな家族や大勢の中で暮らしていくわけですよね。そうですね。はい、でどんなところを旅なさったんですか。はい、ヒマラヤに登っていた頃から草原と砂漠が私の中でものすごく気になっている環境で、はい、山を降りてからはモンゴルの草原やまた中東の砂漠を訪ねました。そうですか。で、小町さんの、生涯を変えるような方と出会われたんですけれども、パートナー、小町さんのパートナーはシリアの方なんですが、ラドワンさん、ラドワンさんとはどこで出会ったんでしょうか。シリアの砂漠で、砂漠で、はい、どういうふうに出会ったんですか。はい、シリアの中部にパルミラという人口6万人のオアシス都市がありまして、その郊外の砂漠を歩いていた時にラクダを連れて歩いている男性がいたんですね。で写真を撮らせてもらって、ちょっとその時会話をしたのが始まりで、それが彼との出会いでした。そうですか。どんな会話をしたんですか。写真を撮らせてほしいという話をしたね。そうなんだ。はい、じゃあその時にその写真後でくださいっていうようなことを言ったんですか。いや、ただいいよと言って、はい、撮らせてもらっただけでしたね。はい、そこからまた再会されたんですか。そうなんです、また会うことがあって、それからだんだんと話をして、やがて彼の家族のもとに、
お茶に招いてくれて、そこから彼の家族との交流も始まっていって、はい、そうなんですか。でラドワンさんは、まあ、遊牧の生活、都市と遊牧、砂漠での生活は半々にしてられた、そういう家族なんですかね。そうなんです、はい、大体3世代ほど前までは完全に砂漠で遊牧生活をしていたそうなんですけど、はい、現在は町に家を持って、で砂漠にもテントを持って、季節ごとに行き来している半遊牧生活を送っていました。そうなんですか。でラドワンさんの一家と、まあ、交流するようになって、まあ、シリアの方たちとの、まあ深いつながりができるようになったんですけれども、はい、そこからシリアの内戦に、遭遇されたのはどうしてだったんでしょうか。2008年に初めてシリアに降り立って、毎年だいたい 1,2 ヶ月その夫の家族であるアブドゥルラティフ一家を訪ねて生活を見せていただいてました、はい。それをこう繰り返しているうちに、だんだんとシリアが内戦状態になっていったという、そうですね、はい、2011年から、はい、そのご家族の写真をちょっと見て、はい、いきますが、これですね、はい、はい、じゃあ、はい、これがご家族の写真ですね、はい。ラドワンさんはどの方ですか。夫がこちらです、ね、青いシャツの方ですね、はい。右端が夫のお父さん、お父様、はいはい、ガーセムさん、ガーセムさん、はい、なんと、4世帯が同居する60人近い大家族で、お父さんお母さんの下に16人の子供たちがいるんです。夫はその末っ子でした。はい、でその当時一番上のお兄さんたちは40歳ぐらいで、ラドワンさんたちは20代、ね、はい、20歳ぐらい違うんですね、ですね、はい、16人、はい、どうですか。でこのちっちゃいお子様たちは誰かの、じゃあお孫さんになる。この子たちは、お兄さんの子供です。あ、そうですか、へ、こういう家族だったんですね、で内戦前のシリアはどういう状況だったんですかね。この辺りですかね、はい、私はこのアブドゥルラティーフ一家を毎年訪ねて、はいはい、砂漠の暮らしを見せていただきました、はい、で彼らは100頭のラクダを持っていて、砂漠で放牧するのが正業で、ただその他にもさまざまな仕事を掛け持っていました。オリーブやザクロの果樹園を管理したり、土地区業をやったり、まあ、そうしたその一連の暮らしを見せていただいた、はいはい、まあ、こうした、まあ、男性の世界ですよね。またイスラムの土地なので、はい、その男性の世界とは対比をなす、その家庭の中で女性がどう生きているか、そうした世界も見せていただきました。でとにかくその家族の絆が強くて、はい、そしてゆとりの時間を大切にするゆったりとした暮らしがありました。そうですか。お家の中はどんな状況ですかね。そうすると女性たちのあります、家庭の写真がないんですよ。というのは、あまり写真を撮られるのを好まないんですよ ね、 すね、女性たちが、はい、あ、これはまた違う、これは内戦の後の写真です。難民となった後、ね、はい、そうですか。でそうやって行き来をしているうちに、一旦日本に帰ってきた後、その2011年の民主化運動が始まった。それ、あ、ごめんなさい、それの前ですか、はい、内戦は。2011年の1月に、シリアに行って、その時はいつも通りのシリアだったんですが、帰国して1、2ヶ月経って、シリアで民主化運動が始まっていきました、はい、あ、そうですね、はい。これはきっかけは子どもたちの落書きの、はい、そう言われてますね、まあ、どういうものだったんですか、うんうんうん、子どもたちが2010年から、北アフリカ諸国で、はい、大規模反体制運動、アラブの春が、始まっていきます、シリアでも50年近い独裁がずっと続いていましたので、はい、
その中でやはりこう自由な政治参加ができなかったんですね。そうした民衆の不満がずっとあって、はい、このアラブの春が始まってからあのシリアの人々もあのそうした不満の高まりがあった、その中であの2011年の3月にシリア南部のダラーという町で、子どもが学校の壁に、落書きをした、それもその大統領についての落書きをしたというところからあの、民主化運動の火がつくんですね。この落書きをした子どもたちが、みんな警察に連行されて拷問を受けて帰ってくることになります。それを見た親たちが、あの路上に出て、政府がこういう仕打ちをしたということを叫び出して、でさらにそれに対して政府が武力で弾圧を加えるんですね。こうしてその人々の不満というのが各地で噴出して、民主化デモとしてこう広がっていきます。じゃあそのニュースを初めは日本でご覧になってたんですよね。そうですね、じゃあ大変だということでまたあのご家族に会いに行ったんですか。いえ、その当時はシリア以上にやはり他の国がもっともっとこう大変な状況だったので、あまり目立たなかったですよね。で会いに行くほどの思いもなかったですね。じゃあ再びまたラドワンさんのところにいらっしゃったのはいつになるんですか。その翌年の2012年になります。そうですか、でラドワンさん徴兵されるんですよね。ラドワンは、徴兵されてから民主化運動が勃発するんです。2011年の1月に彼は徴兵されました、で3月から民主化運動が始まる、そうですか。その中でラドワンさんがあの軍隊を脱走するということが起きたんですよね。それがその翌年の2012年ですね。これは何かあの事件があったんですか。脱走せざるを得ない。やはりシリア人の男性は全員が徴兵されるんですね、でところが、彼が徴兵されてから、内戦状態に入っていって、ということはその命令があれば銃を持って民衆を撃たなければいけないわけですよね、で彼は自分で語らないんですが、そうした場面が何回かあったらしいんですね、そしてこう罪悪感が募っていくことになります。そこで政府軍から脱走するということを考えるようになったそうです。そうですか、そして、その彼の脱走というのはどうやって知ったんですか。その時実はその内戦下の2012年、私も3月から5月までの3ヶ月間をシリアの首都ダマスカスで過ごしていまして、で時々実は秘密裏にラドワンと会ってたんです。でその時にもうすでに悩んでいたんですよね、政府軍としていること、で当時パルミラのお兄さんが民主化運動に参加して、参加したという罪で警察に逮捕されて連行されるような事件も起きて、そうした中でこのままシリアにいてはやはり罪を犯すか自分がこう兵士として狙われるかというふうにこう追い詰められていくわけです、ラドワンは最終的にパルミラのお母さんからの電話で、難民となる政府軍からの脱走を決めるわけですね、お母さんがこう言ったそうです、お願いだからこの国から出ていきなさいと、でここにいてはやはり罪を犯すか命を落とすことになると、生きてさえいればまたいつか会えるからお願いだから出て行ってほしいと、お母さんのこの懇願を受けて彼はそこで覚悟が決まったと話していました。そうですか、はい、そしてラドワンさん難民になるわけですか。そうですね、ヨルダンの方に行くんですね、そうですね、その時、小松さんはどこにいらしたんですか。私は当時日本にいました。そうですか、その通信手段などもはどうだったんですか。当時まだそこまで携帯電話も普及してなかったので、
連絡も2週間に1度電話できたらいい方だったんですよね。で彼はヨルダンに逃れて難民キャンプに入るんですが、はい、そこで友人の電話を借りて私に連絡を取ってきました。そうですか、はい、お二人がまた再会するのはいつなんですか。再会したのが、彼がヨルダンに難民となったその翌年2013年ですね。あ、そうですか、はい、もう難民キャンプの場所はお分かりになってたんですよね、はい、ヨルダンで。ただその頃はもう難民キャンプから出てヨルダンの首都のアンマンでラドワンは働いていました。そうですか、はい、じゃあ無事再会できてその時はどんなことを感じました。やはり彼が得てきたその道のりの困難さを思いましたね、思いましたし、これからやはりその難民として生きていくだろう困難さも思いましたね、うん、1年前にやはりそのシリアで会った彼、またその2年前以降パルミラの土地で砂漠で生き生きと働いていた彼と全く変わってしまった、その変化にやはり悲しみ、切なさを感じましたね。じゃあ2011年から12年にかけて、うん、まあ行ったり来たりを重ねてらっしゃったんですが、その時にもうシリアの方たちのお写真をずっと撮りためてきたんでしょうか。うん、そうなんです、もともと2008年から撮っていたのが、2012年以降はその内戦が起きたということで、難民の写真を撮り始めるようになっていきました。そうですか、はい、じゃあいくつか見せていただきたいんですが、はい、その時の、はいはい、こちらは2016年ですね。トルコ南部に暮らすシリア難民のある家族です。ムスタファ・カービースさんという男性とその家族の写真ですね。はい、国境を越えてトルコやヨルダンに皆さんいるわけですよね。はい、今テーマにしているのがトルコ南部に暮らすシリア難民ですね。そうですか、はい、お家はどんなところにお住まいなんですか皆さん。トルコの場合はヨルダンやレバノンに比べるとシリア人の難民キャンプが整備されてないんです。ですので人々はトルコ人の町の中に自分で家を借りて住みます、はい、ですので、家賃もかかりますし、そうですよね、生活の負担は非常に大きいですね。そうですね、はい、仕事を得るのも大変ですよね。そうですね、特にトルコは民族も、言葉も違うので、そこに入っていって生活を一から作り直すというのは本当に厳しいですよね。トルコのガジアンテップという都市は女性市長なんですが、難民を受け入れるのをとても積極的にやってましたけどね、うんうん、あ、そうですか、はい、あと他にもありますかね、はい、家族。内戦後ですね。そうですね、難民の内戦後、そうですね、はい、この家族はシリア北西部のイドリブというところから避難してきた家族なんですね。で2016年の空襲で4歳の末の息子を亡くしています。家にミサイル弾が落ちて、お母さんも左足を太ももから切断する大怪我を負いまして、お父さんも腕に障害を負ってしまったんですね。そうですか、はい、安全な土地を求めてトルコ南部に避難してきた家族なんですが、やはりなかなか仕事が見つからない、生活の糧が見出せず、この一家がどのように来ているかというと、お父さんが早朝やまた深夜、道を歩いて、段ボールや瓶や缶などの資源を回収してそれを売る仕事をして、なんとか生きつないでいるんですね。そうですか、はい、ただこうした難民の姿を見つめていると、ただその悲惨なだけではない、
やはりこう何かこう新しいものに向かってこう希望という一言ではこう言えないんですけれども、でも新しいその今という瞬間に対してこう生きようとしているしなやかさだったり強さ、そうしたものをすごく感じさせられます。忘れられないエピソードとして、はい、お父さんが早朝 の、ゴミ拾いをしている仕事を取材したんです、はい、一緒に写真を撮っていたら、トルコの女性が近づいてきて、あからさまに差別をしたんですよね。シリア人はあっち行けと犬を追い払うようにこう差別をしていて、そういう中でこうこのカーセムさんというお父さんは全く凛として全く気にする様子なく、道をこう歩いて行かれていて、辛くないですか、気にされないんですかって話をしたら、この土地で難民として生きるコツは今の瞬間だけを考えることだと、小さいことは気にせずにこの土地に根を張るということに集中していくんだと、そう言われた、その顔がすごく凛とされていて、はい、忘れられないシーンでした。母国を出る前は何のお仕事されてたんでしょうね。シリアでも資源回収の仕事をされてたそうです。そうですか、はい、バイクに荷台をつけて、はい、資源を回収されてたそうです。あ、そうですか、はい、同じトルコの中でもいろんな考え方の方が、ね、いらっしゃいますからね、でラドアンさんと今度は、結婚なさって日本にいらっしゃることになるんですよね。で、はい、でラドアンさんと2013年日本に行こうとラドアさんが決意されたんですか、ね、はい、2013年に結婚した時に、ね、彼とヨルダンに住むのかも考えたんですけれども、やはり当時難民が流入して仕事が見つからなかったですし、はい、私も仕事がヨルダンでは見つけられないということで、安定した生活を送れる可能性が高い日本に来るということを話し合って決めました。そうですか、ラドワンさんにとってはすごい決断になるわけですよね。そうですね、勇気のいる決断だったと思います。そうですね、はい、で日本での生活に慣れるまでは言葉も問題もありますし、日本語学校に通う、そういったことをされたんですか。いえ、日本に来てからは、やはりなかなか日本社会に馴染めず、2年ほどノイローゼ状態が続きました。ですので言葉を学ぶ以前の段階で、もうひたすら閉じこもって、シリアにいる家族とインターネットで1日 7、8 時間は会話をするという毎日でしたね。そうですか、でその中でお子さんが生まれて、小松さんも大変な状況ですよね、夫のこともあるし、子育てもあるし、そしてお仕事もあるしと、どういう毎日だったんですか。サバイバルでしたね、はい、今もなんですけれども。そうですね、はい、ただやはりその夫との結婚生活を通して、難民という存在が抱える困難さについてすごく近いところから考えることができたんですよね。それからその強制するということがどういうことなのか、これもやはりこう自分の問題として体感することができて、振り返ってみるとすごくいい経験ができたと思います。じゃあもう一枚写真を見ていただきたいんですが、これは、ラドワンさん、小松さんのパートナーのラドワンさんと息子さんですね、はい、2年前ぐらいの写真でしょうかね、はい、2017年に、はい、東京都内で撮った写真です。そうですね、ラドワンさんも異国で生きるのは大変だと思うんですけどね、でも桜の季節ですね。はい、はい、お仕事は見つかったんですか、ラドワンさんの。はい、現在は中古自転車をコンテナに積んで輸出するお仕事をしています。そうですか、はい、
でそういう中でこの5本をお書きになるんですけれども、はい、この5本に込めた思いはどんなことですか？うんうん、やはりその人間という存在が、うん、あのどんな土地であっても、はい、やはりこう土地とつながって生きていく存在なんだということを思ったんですね、そしてあの人間はルーツという意味では、土地によって作られるんだけれども、人間がまたその自分が生きる土地を作って生きていく存在だということ、それを込めました。この本はあのシリアという土地をテーマにした本、今シリアでは多くの難民が生まれて、ふるさとを失って、また新しい土地にこう根を張ろうとしているんですが、そうした意味でこう、土地を変えながら生きていく、人間と土地のつながり、そうしたことを、テーマとして書きました、ね、この表紙の写真はどこに、こちらはトルコ南部のオスマニエという町です。そうですか、この草原のようなところにこの女性たちが何をしてたんでしょうかね。これ実は落花生畑なんです、でこの女性たちはシリアの難民の女性なんですけれども、あの農作業の手伝いの仕事をして、あの夕方帰っていくところなんですね、畑を通って、そうですか。あの家庭の女性たちとの交流もできたと思うんですけれども、女性たちの営みからどんなことを感じます？シリアの難民の、女性たちの営み、土地を追われて異国に暮らして、でも家族と、つながり合って生きている、日本からはちょっと想像できないような困難さだと思うんですけれども、彼女たちは何を支えに、毎日を生きているんでしょうね。そうですね、ただあのやはり一つ言えるのは家族の絆、これがやはり軸にあってで、その強いその絆の中で生きようとしてはいますね。で、お写真を撮るときに、小松さんがとても気を使うところはどんなことでしょうか。写真家ですと言ってさっと撮れるわけじゃないですよね。そうですね、しっかり人間として出会って、そして写真を撮るということを心がけています。まず ある程度の信頼関係を築いて、それから撮らせていただくようにしています。そのある程度の信頼関係をどうやって築いていくんですか？やはり時間を共有することですね。で特にシリアの難民たちは、あまり自分たちのことを撮ってほしくない、あまり伝えてほしくないと思っている方もすごく実は多くって、伝えたいと思うのは、ジャーナリストの側なんじゃないかと私は思っているんですよ。で実際お会いしたシリア難民の多くは、やはり取材されることをすごく嫌がる、伝えてほしいわけじゃないんですよね、必ずしも。そうした彼らをやはりこう伝えさせていただく、情報をいただくという上で、まずはなぜ写真を撮りたいのか、なぜこう取材させていただきたいのかというのをしっかりお話しして、理解いただいた上で、ある程度の信頼関係をしっかり結んで、それからですね、なぜ、自分たちのことを知られたくないんでしょうかね。やはり難民となって、そのこういろんなものを失った難民としての姿を報道されることをすごく嫌いますよね。で特にそのシリア難民の報道のされ方がやっぱり悲惨な状況だったり、かわいそうな人たちというそういうイメージで報道されているっていうことを彼らがすごく敏感なんですよね。で特に私も夫から聞いた話なんですけれども、難民キャンプにいた時に名だたる大手のジャーナリストたちがドーンと来て、みんなこう何も言わずに写真を撮っ
って、まあ、話を聞いて、まあ、去っていって、その後誰も連絡してこない、で自分たちがまるで物のように扱われている、そうした印象をすごく持ってるようなんですよね。で自分たちがやっぱりそのあるイメージ、固定イメージとして伝えられているということにすごく傷ついている。で彼らを取材していて思ったのは、取材することでやっぱり彼らを傷つけてしまうことがあるということだったんですよ。なのでやっぱりその取材する側される側っていうんじゃなくて、まずはその仲間という関係性、そうですね、家族のような関係性で、まずは出会いたいなと思いました。そうですね、あとはやはりシリア難民の報道を見ていると、はいはい、遠くから気づかれないように撮られた写真が実はすごく多いなって思うんですよ。で後から私がこの媒体に載ってるって驚いて傷ついている人の話を結構聞くことも多くって、やっぱりその取材のされ方が、はい、日本人だったらそういうふうに報道するだろうか、やっぱりその難民としてのその雑多な中の一人として扱われているって感じがすごくすることが多くって、だからこう個人として大切に出会いたい、そういう取材スタンスをしっかり持っていたいという思いがありますね。そうですね、はい、まあ、そういうひどい状況を伝えるっていうのは意味があるんですけれども、その前に難民となった人たちの尊厳をまず考えるべきですよね。マスメディアに身を置くとね、そういうことを時にこう忘れてしまうこともあるんですけれども、一人のフォトグラファーとしての小松さんの活動というのはまずそこを大切にしたいということなんですかね。 そうなんですね。そしてできるだけ時間をかけて人が生きている姿を切り取りたいと思っています。そうですね、はい、それがその人間の土地へという、こうタイトルにも現れていると思うんですがね、はい、この人間の土地という、はい、この本のタイトルに込めた思いはどんなことでしょうか。はい、このタイトルはサンテグジュベリの人間の土地という本からいただいたもので、この人間の土地、サンテグジュベリの本はその人間が土地とこう関わることでさまざまな経験をし生きていくという本なんですね。その着想をいただいて、この本の舞台であるシリア、今内戦が起きて、多くの難民が生まれているんですけれども、その一つのルーツを去って、しかしまた新しい土地に人間が生きていく、人間というのはどこにあっても土地とつながり続けて生きようとする存在なんですね。そうした意味を込めました。そうですね、はい、そのことから、翻って日本の社会を見ますよね。日本の社会、新しい政権になりましたけれども、何を感じます、この私たちの日本という国にですね、いろんな問題抱えていますけれども、少なくとも今戦闘状態ではない、新コロナウイルスで大変ですけれども、なんとか生きているこの状況で、シリアから学ぶことはどんなことでしょうか。そうですね、よく夫が話すのは、シリア人は失ってからかつてのその平和の尊さを知ったという話をしてるんですよ。で、内戦状態になって、やはりその家族がバラバラになって、初めてかつての暮らしが持ち得ていた、尊さを知ったと。で、日本に来た時に夫は、日本はすごく平和だけれども、そのこの平和の状態を日本人があまり意識していないことが、すごく気になるという話をしていて、ではっと気づかされることがあったんですよね。で今のその日本の状態、確かに不安定なことだったり、問題もあるんですけれども、ただこの今の平和な状態というのが、やはりかつて戦争があって、そこからその今の状態まで先人がこう
努力をして気づいてくれた、そういう歴史があっての上でのことですね。まあ、そうしたことへの感謝だったり意識というのをもっと持たなければいけないなというのを夫の話から思いましたね。はい、今ある日常というのは、まあ、昔の人たち の、 あの努力やそれから犠牲、そういったものの上にあるということを改めて考えさせられますよね。そうですね。あとはやはりこう内戦の前後を見ていますと、はい、本当に平和だった頃からその生活が日常生活が崩壊していくまでの、その時間がものすごく早いんですよ。でこんなにも簡単に平和というのが崩れ去っていくんだということも実感しましたね。もうあの平和な状態を維持する努力をしなければ、やはり崩れていくのは一瞬なんだということもまた思います。そうですね。はい、で今ラドワンさんのご両親は どうされているんですかね。夫の家族はみんな2016年に、トルコ南部に難民として逃れまして。そうですか。はい、じゃあ今一応命は守られている感じですね。はい、そうですか。はい、で小松さんは今いろんなところで写真展もされているんですよね。はい、どんなお写真を展示されるんですかその時は。ね、はい、シリアの難民たちがどんなふうに生きているか、ただそのイメージをこう固定せずにありのままの彼らの写真を撮っています。特にこう日常をどう生きているかというところですね。そうですね。はい、であと小松さんは2人のお子さんを育てる母親でもあるんですけれども、子どもたちにどんなことを伝えたいですか。シリアのことでもいいですし、あとご自分のフォトグラファーとしてのお仕事でもいいんですけれども、まずは今一冊この本を書いて、この本の物語、ここに書いたことをやはりいつか子どもたちが読んで自分のルーツについて考えるきっかけになればいいなと思います。そして子どもたちが成長していった時にいつかその自分のルーツに立ち返って、ルーツである一つの国、シリアと何らかの形でつながって生きてほしいと思っています。そうですね。はい、フォトグラファーとしての今の小松さんは登山家としての小松さんのその延長にあるんですか。はい、そう思っています。はい、ということは今のお仕事、ジャーナリストであり写真家でありということは、その登山家である小松さん の、 経験、そういったものがすごく生かされているんでしょうか。そう感じていますね。やはりヒマラヤがなければ、シリアもなかった。ヒマラヤ登山がなければ、夫と結婚することもなかったと思っています。そうですね。はい、ではこれから最後に、小松さんが去年の暮れにトルコを訪れた時に撮影した動画を皆さんにお見せしたいと思います。これは、どういう方たちだったんでしょうか。これはですね、シリア国内から逃れてきた難民がその密入国業者の隠れ家に待機しているという動画になりますね。لو أهلي على الباب فيني أطلب زيارة أروح أشوفهم. أهلي في تدمر عند النظام. أنا من هون نظم الليل ما بقدر أشعل الضوء. يعني فكروا إنه إذا رجع أشعل الضوء في خطر من النظام، يعني إنه قوسهم فكروا إن داعش عم يجيهم يحاربهم. ممنوع العرب بشعل الضوء غاد. بدأوا غاد كثير، ولكن ممنوع السيارة، ممنوع ضوء البيل، ممنوع ضوء القداحة، ممنوع كل شيء يعني.احنا نعرفوا هذا الشيء قبل ما انا اجي لهنا، يعني عشنا يعني الحاله هاي. هم قالوا لهم يعني انه من المغرب ورا ما في ضوء، عشان ما نفكركم داعش او حرب شيء نضرب عليكم نذبحكم، بدكم تاخذوا حذركم. يعني اهلي هيك يعني عايشين، وهسه يعني انا لا اعرف اخبارهم. ما يعني أنا كثير قلت لك إنه مزعجة على أمي أبوي، ما أعرف أخبارهم.
أمي بدأت خاطر نفسها تروح تشتغل عم فكر بأمي كثير يعني فكر أمي كثير أمي مرة كبيرة بالعمر وأخوتي صغار أنا الكبيرة فيهم أنا زوجة أختين عندي واحدة جاب الصبي أخذت منا عمتي لزمان نعم جيت أنا لهون ما بعرف أخبارها أنا أقول إني أقتل الأشياء الخارقين ابني بعدها سوف أقتل بقوة الظهره ما هذا؟ هذا بلادي؟ ابني هذا أنا وقت أطلع لعند حدا أفوت لعند حدا كثير أستحي من عيالي بيطلبوا أكل مع أنه مو ناقصهم أكل شفتي يعني خير إن شاء الله كثير يعني أنا عمل مو ناقص شيء ولكن عندهم خلص أنا سكنت بالبرية سنة مع أهلي سنتين هيك تقريبا إذا بدي أمررهم أغسلهم إيديهم عند شي حدا هيك سوري ولا تركي فوراً بفضحوني فوراً بسوي صوت فوراً بتطلبوا أكل فوراً هيك يعني ولا خص ابني هذا بزيادة يعني أما علمهم شوي شوي يا ابني مو هيك يا روحي مو هيك لكن ابني هذا يعني كل هذولاك أشوى هذا ابنه ما عم يتعلم يعني وقت جبت البوزة التو يلا بوزة يلا بدي أكل بس بدي يشرب بدي هيك كثير ابني هذا حشر كثير متاع ابني أنا ما أتمنى هيك والله أنا بدي إياه يعني يكون هيك بتفهم الموضوع ما عم يتفهم كثير عم يعذبني ابني هذا كمان لو أروح لعند حدا اللي بيروح من غرفة لغرفة اللي يروح بيطلب أكل يشوف الأكل قدام بده يأكل ما بقول عيب ما بقول لماما يعني بياخد رأيي إنه بيني وبين ماما بصير أكل ما بصير لا يوسف النوب يوسف خاصي本当にリアルな動画を皆さんに見ていただきました。同じ人間として遠い中東のことですけれども、今この瞬間にも苦しんでいる方が世の中にはいる、そういうことを思って見ていました。はい、では今日は登山家からフォトグラファーに転身して、そして今日本で活躍されてるんですが、この人間の土地というご本をお出しになった小松さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。